18世紀後半の代表的官房学者の一人、ヨーゼフ・ホン・ゾン・ネンフェルス官房学は、17世紀から18世紀のドイツで発展した学問、カメラリズムとも称する。官房学は、今日の行政学、経済学、財政学に、ほぼ相当する内容を持つが、実際にはそれよりも、はるかに広範な形成論、政策論的領域を対象分野としている。 また、口述するように、この学を成立させた社会的背景から、重症主義のドイツ版とする評価もある。官房学の、官房は、ラテン語のカメラに由来する言葉で、当時のドイツでは、両方議会を意味した。ベスト・ファーレン条約後の新生ローマ帝国の、事実上の解体により、各両方の議会は、自らの両方を政治的。 経済的に自立させるべく公的な支配地域の管理、行政を掌握した。そのためには、いかにして君主の国庫を飛ませるかという技術的方法論が必要となった。こうしたことから各国、各両方の経済の行政、管理に関する諸原理の体系をまとめる学問を官房の学と称するようになり、これを研究する学者を官房学者と称した。 以上のような経緯から官房学の思想は、イギリスやフランスで発展した、重症主義的経済理論と同様の背景から、成立したものであると言える。その具体的な学問の範囲は、租税の源である、国民生活に関する、経済学的知識、国を反映させるための政策論、さらに当時の国王の収入源である工業、工業、農業、林業、 商業の専門技術、経営学的知識など、極めて広範に及んだ。18世紀になり、いわゆる啓蒙先生君主の時代が到来すると、多くの両方君主は支配者の福祉と親民の福祉を統一しした、公共の福祉を標榜するようになり、彼らに奉仕する官房学者たちも幸福主義の国家理念を実現するべく邁進した。この際、 国家の作用として重視されたのが、社会に対する様々な形での干渉を意味するポリツァイである。ポリツァイはしばしば、警察と訳されるが実際には、抗議の福祉行政を意味しており、福祉国家とはすなわち、警察国家であると理解された。1727年、管理行政のための大学として設立されていた、ハレ大学とフランクフルト大学に、 官房学の講座が設置され、この時期を活気として、官房学は前期、後期に対別される。前期においては、両方君主に対する個別具体的、実践的な検索としての著作が中心であり、また、公共の福祉の根拠を欧憲新術説はあるいは、進学に置いている。そのこともあって、理論的体系性には乏しく財政学。 経済学などとの混同がしばしば見られる。この時期の官房学者に官房学の先駆者とされるファイトルートビヒフォン、ゼッケンドルフ及び JJ ベヒハーラーがいる。後期においては大学での官房学講座設置を背景に盛んになったことから官僚養成講座のための教科書として執筆された著作が多くなった。内容も総合的。 体系的な理論を備えたものへと発展し、財政学や経済政策から区別された、ポリツアイ学の創始を目指した。また、自然法哲学や、啓蒙思想の影響が及んだことにより、君主を拘束する法関連の形成も見られ、ポリツァイはもはや君主の財政的利益のためでは、なくひたすら国家目的としての福祉の実現に、 直接的に奉仕することが要求されるようになった。この時期の学者に、ヨハン・ハインリ・ヒゴット・ロープ・ユスティ及びヨーゼフ・フォン・ゾネンフェルスらがいる。18世紀に前世紀を迎えた、官房学は、市民生活に対する国家権力の貢献的な、看護を前提に構築されていたこともあって、19世紀以降、ドイツにおける、市民革命の本格化に伴い衰退に向かった。 すなわち1806年に新生ローマ帝国が名実ともに崩壊して以降、ドイツの閣僚法で憲法闘争が進展し、絶対君主制が終焉、立憲君主制への移行が進んだことを背景に、官房学の学問における優越的地位は、法律による行政の原理を唱えるドイツ広報学にとって代わられ、その土壌からは国家学、財政学、 経済政策学、行政学などが分化していった。また、明治時代の日本は、ドイツ流の国家構想を目指し、統一直後のドイツから、著名な広報学者、国家学者を、外国人教授として招聘したため、官房学の影響は彼らを通じて、間接的に近代以降の日本に及ぶこととなった。例えば、官房学派における、財政思想。 三ノ浦ラ・長 PDFP15 倉沢博士官房学審判林業百科実典第2版第5冊 P129 日本林業技術協会1984年発行ありがとうございます